はい、お疲れ様です。えげつない2人が隣にいますけど、なんと今回4日目の撮影がほぼほぼ終了した感じになりますね。でホテルの撮影が全部終わってどうでしたか、ひかちゃん。こんにゃげてくれたよ。谷さんの声えげつないっすね。頭のやつ。お世話になります。今言ってました。はい、お花畑が素敵でした。はい、帰ってこれたようです。はい、もうほぼほぼ撮影終了しましたが、はい、どうですか今回の撮影に関しては。はい、非常にちかちゃんにはご苦労いただきまして、本当に体の張った体当たりの演技には感動しております。はい、いや迫真の演技でしたよ、二人とも。もうちょっとドキドキして、怪我しないかドキドキしないかと見てましたけど、はい、自分が変態だっていうのははっきりよく分かりました。本当に、長谷川社長ごめんなさい。長谷川社長ごめんなさい。クリームだった。ごめんなさい。しっかり乗りました。ご理解の上の元を続け見ていただいて、はい、ちかちゃんの血がこんなに美味しいと思わなかったね。本当に今回主演のちかちゃんどうでしたか。もうまだね、撮らなきゃいけないシーンはありますけど、はい、ほぼほぼ9割ぐらいはもう終わってるわけですけど、いやー、今回やっていただいて本当にありがとうございます。楽しかったですね。傷だらけで言ってますけど、こういうね、なんかアクションは初めてで、本当にいい経験になったので、次回ですって、はい、次回から気をつけないといけないなと。はい、楽しみですね。まだこれから監督は編集といろいろ作曲もいろいろやってくれると思いますので、作品がもっともっとすごくいい作品に仕上がっていくんじゃないかな。楽しみです。楽しみです、はい。でまあ今もう全部終わってるよみたいな感じになってますけど、まだまだね、僕は撮影続きますんで、まだこれから頑張っていきたいなと思ってます。まあ、とりあえず一通り終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ私はそろそろ帰ります。ファンジョンですか。タニさんも帰ってきてください。帰っていいんですか。帰りましょう。帰っていいんですか。もう一応もう帰れないみたいで、2回も戻ったので、じゃあもうしっかり帰ります。さよなら皆さん、本当に来てる間楽しかったです。ありがとうございます。大好きじゃないですかその顔。ありがとうございます。これからまたね、リプロに戻って、はい、大事なシーン撮らなきゃいけないんで、はい、大事なシーン撮って、はい、今からこのまま近所と2人で電車で帰ります。移動します。みんなツイッターに書いてください。炎上ですよ、炎上。加藤しかおかしくなったんじゃないですか。そうです。